はい、9月3日、朝4時、すみません、早くて。朝4時の相場解説、1時間になります。昨日、倍で取ると申し上げてですね、結局ね、シンプルに昨日はやってみました。ロスカットが106円の150で、エントリーが106円の150。もう一回言いますよ。ロスカットが106円の100。100ですね。すいません。106円の150でエントリーして、リスクリワード 3.1 ですから、106円の、これがね、300で、利確ラインに達するかなっていうところですね。もうちょっとで300ですね。まあ今決済しても大きな利益取れてるんですけども、ずっとね、ちょくちょく、やっぱりね、眠れなくなりますね。決済しないまんま夜起こすと。ですんで、もうすぐ300なんですけども、これもういつ決済してもいいかなって感じですね。動きとしては、こういうふうな動きになってます。下からこう来てですね。ここですか。ここに一旦触れて、ここを超えたらエントリーかなと思ってたわけですよね。106円の150を超えたらエントリーかなと思っていて、100のところでロスカットを入れて、跳ね返ったところでエントリーということですよね。ですので今、ここ、今これヒゲ出してますよね。ヒゲのところ拮抗してるところなんですよ。だからもうちょっとかなと思いますよね。もう今は決済しても全然いいんですけども。今283なんでちょっと下がりましたね。ということでね、右肩上がりにはなっていくんだろうなと思いますけども、ボラティリティはちっちゃくなってますよね。ボラティリティっていうのはこの上下の幅ですよ。こんだけ長かったのが、次の波動ではこの長さ。これと同じぐらいの長さで上に行って、それよりもちょっと短いので下に行ったと。で、前回の上昇波動よりも短いので上に行って、前回の下降波動よりも短いので下に下がったと。で、前回の上昇波動よりも短いもので上に行ってるところかなと思いますので、今ね、106円の282ですね。これはもう決済でいいんじゃないかなと思いますけども、まあおかげさまで、150から282の間の、あ、279になりましたね。こちらのね、利確はできたかなと。だから114ピップスですね。14ピップスぐらい取れたんじゃないですか。1万4、5000円。ね、まあ利益が取れるということですね。日当としては、まあちょっと FX で言ったら少なめですね。1万5000円って言うと7500円検討ですからね。まあでも、こうやって価値を積み上げていくことはできるかなっていうところでございます。それではね、リアルタイムチャートをの1時間を見てみましょう。これです。リアルタイムチャートの1時間でございます。そして、デイリーから見てみると、この黄色いゾーンの上の方に推移しているのがわかります。この3日間、上昇できてますよね。だから、バイで取れてると思うんですよ。全体的にはね、これね、売りの流れなんじゃないかなと思うんですけども、おかげさまで、買いで取れまくっているんで、相場解説も、バイで行きましょうって言って、ああ、よかったよかったの3日間です。で、4時間も、結局、バイで取っていれば、バイで入っていれば、どこでも取れているってことになります。1時間も同じですよね。買いで入っている限りは、どこでも利益が取れているはずだということですね。もちろんね、頂点で高値掴みしちゃダメですよ。上昇中の上昇波動でも、高値掴みをすると、本当にね、利息分だけ、利息じゃないや、手数料分だけずっとマイナスってことになりますので、決済が非常に難しくなります。ご用心ください。ということでね、日々相場解説の方をお届けしてますけども、だいぶ利益を取れる方も、喜びの声がね、上がってきて、本当にね、これ1年ぐらいかかりますね、やっぱりね、FX でしっかり学ぶと。特に、私は FX にべったりくっつくこともできますけども、これで深夜もできますけども、どうなんですかね、日中10時間とか12時間前後お仕事されてる方が、そのクタクタのね、状態で、そして明日の仕事の心配もあるのに、FX にどこまで集中できるかなってことですよね。しかも集中する時間が5分とか10分じゃ全然足りなくって、それね、形だけやってるってことになると、これなかなか力つかないんですよ。で、本当にね、1時間ぐらい確保するつもりで、もうギリギリに集中して30分っていうんだったらいいんですけども、最初からね、5分とか10分だけやるぞって気持ちで、しかも、他のことが気になってなかなか集中できなかったりとか、暗記がおろそかになっていて、なんでそういうふうな読みになるのかなっていうふうに疑問を持ちながら、チャートを閉じてしまうだと、これはね、単なる時間の無駄になると思いますよ。だから、早く修正するために、質問をやっぱりね、たくさん思いつくことだと思います。これはなんでなのかなと。自分のか、相場予測と、例えば私とかね、中村トレーダーの相場予測違うなと思ったら、どこが違うのかを、で、カウンセリングしてくださいっていうふうに、このね、自分の書いたチャートの図を切り取って、
メールで送りつけてくるぐらいじゃないと、そのぐらいのね、かぶりつくような気持ちじゃないと、それは勝てませんよ、FX はね。そのぐらいしてくる方、そのぐらいかぶりついてくる方が、もう山のようにいるわけですから。何もやんない人は優に及ばずですよ。何もやんない人は何にもならないです。で、必死で勝とうとする人の中にも、その一部なんですよ、勝つのって。その必死者の上位、数パーセントが勝つわけですからね。だからね、これ、自分の人生を買い取る技術なんですよ、この FX ってのは。で、その代わり生半可にやってる人の人生を台無しにするんですよ。誰かが割を食わなければならないんですよ、このゼロサムゲームの中では。だから勝ってる人が極端な金額勝ってるってことは、たくさん負けてる人がたくさん生まれてるってことですからね。ぜひね、負ける方に入らないように、そして入ってるようでしたら一日も早く抜けれるようにやっていきましょう。私は本当にね、この動画を見てる方が全員勝ってくれることだけを希望しております。見てない方はどうぞ負けてくださいって形ですよね。で、見てない方とか、FX ちゃんとやってない方の方が多いわけですから。で、これね、ここまで見てくださった方は、ぜひ勝ちましょうよ。勝つためには、なんでだろうを、たくさん掘り込むことだと思います。では、本日は以上かな。はい。では、すいません。今後の予測もしないといけないんですけども、まあ、しばらくは倍で取っていけばいいんじゃないですか。この上昇波動が終わるまで。どこで終わるかと言いますと、ここですよ。やっぱ終わるのは。ここ。あ、バツになっちゃった。ここね。ここで終わると思ってください、ここ。ヒゲからゾーン。だから、包み足のところで終わるんですよ。だから、そこまでは、いろんな形でね、上昇しますよ。そういう風に考えていくんですよ、テクニカルってのは。ここから、何ですか、一方的な下落が終わって、ここでね、底を作ったわけでしょ。そしたら、ここからは、値を戻していくんだと。そして、引いて言えばね、これ、上昇がどっかで終わって、大きく下落に入りますから。下落に入った時っていうのは、ここのレッグナインを、割った時、105円の250を割った時に大きくエントリーする。大きなロットでエントリーすることができると。そこまで考えて、今日は解説を終わります。それでは失礼します。